どうも、お元気です、かさむです。今日のお話は、私のオリジナルではありません。大昔に読んだ、少年雑誌に載っていたものです。面白いので皆さんにも見ていただきたく、動画を作りました。どうぞご覧ください。ある時、何の前触れもなく地球が突然縮み始めた。環境破壊のせいか、天変地異か、全く原因不明だった。とにかく刻一刻、地球が小さくなっていくのだ。世界中の科学者、学者たちが寝ずに調査したが、なぜそうなったのかわからないので対策の立てようもなかった。どうしよう、このままじゃ住むところがなくなってしまう。人々は絶望した。現に隣の家の壁が刻一刻と間近に迫ってくるのだ。広大な庭を所有している土地持ちの悩みは深刻だった。私の広大な敷地が猫の額のようになってしまったらどうしよう。そこに賢そうな一人の少年が現れた。彼は IQ180 の天才少年だった。少年は言った。深刻に考えすぎですよ。地球を風船と仮定してみればいいんです。きっと空気が抜けて縮んだんだ。空気を入れれば膨らみますよ。最初は科学者たちも相手にしなかったが、ことが深刻さを増すにつれ、ダメ元でやってみようということになった。高層ビルほどの巨大な空気ポンプが建設され、地球内部に向かって膨大な量の空気が送り込まれた。するとどうだろう、地球の縮む速度が遅くなり、やがて止まったのだ。人々は驚嘆した。そして地球は膨らみ出して、ついに元の大きさに戻った。しかし、地上は静まり返っていた。どういうわけか拍手も歓声も聞こえては来なかった。なぜなら、地球上の酸素はすべて地球内部にあり、もはや呼吸できる人など誰一人いなかったからだ。いやいや、こんなことになるなんて、予想もしていませんでした。ではまたお目にかかりましょう。